踊りバリオ選手に決めて4対0快勝を迎えました。そうですね、今は勝ってる時期ですけど、勝てない時期というか、セカンドステージであったので、そういうことも忘れずに、あとはレギュラークラスの選手、兵庫だったり、雄三と純子とか、もう他の選手もそうですけど、純子とかみんな、そういう選手がなかなかこう出れない中で、やっぱ哲太選手がそういう選手の気持ちを忘れずに頑張って、チーム一丸となって頑張ります。ダメだダメだ、みんなで勝ち取ったそんな勝利でした。今日は熱い応援ありがとうございました。